You are watching Tokusatsu Network.戦隊のスーツアクターをやっています、日本の竹内康弘です。きっかけですか、日本のアクターの真田広之さんを、尊敬していまして、で高校2年生の時に、所属しまして、アクションクラブに、それから、今に至ります。最初はですね、光戦隊マスクマンという戦隊に、お手伝いという形で、戦闘員とかやりながら最初はやってました。というか、そうです、最初お手伝いからやって、で戦闘員っていう絡み のお手伝いする主役の人のお手伝いをする、戦闘員から始めて、それから怪獣ですね、怪獣やって、でそれからメインのキャラクターをやるという形。僕は個人的に、筋トレをしながらとか、あとは体操系の運動とかをしてます。そうですね、受け身の転がったりとか落ちたりとか、いろいろですね、その基礎から一応やってます。まだ全然ダメだと思ってるんですけど、できてないんですけど、まあ、一応でも30年近くやっています。その変身前の人の、特徴とかを掴んだり、仕草とかを見てポージングとかを決めたりしてますね。あと動物戦隊の時は、まあ、モチーフが動物のがあるんで、爪をやったりとか、体勢を低くするとか、いろいろ変えてそれでやってますね。いや大変ですね、ポーズが被らないように、前の年と被らないようにとか、一回やったのと被ってしまう時あるので、それを変えたりとかしてますね。20メートルぐらいの、冒険者の映画なんですけど、20メーターから落下するとか、あとは水に激流に流れるとか、それは変身前の人の吹き替えなんですけど、そういうのが大変でしたね。あと寒い中水に落ちたりとか、それはすごく大変ですね。俳優でですか、キャラクターはゲンガグリーン、ゲンガグリーン、なんだろうな、真剣グリーン、真剣グリーン、そうね、千秋、あとはまあ豪快グリーンとかですかね、はい、動きが、性格と、ね、豪快グリーンは一番なんかちょっとふざけた部分もありまして、豪快グリーンは楽しかったですよ。大変なのですね、今やってるルパンレンジャーが視界が
ないんですよね、あまり。タイムレンジャーも、タイムレンジャーもそうだったんですけど、今のルパンレンジャーの方は視界がないです。あ、ユニフォームで良かったのは、あ、劇レンジャーは、ベルトがなしで、でシューズも特殊なシューズで、いつもと違うシューズでやらせてもらったりとかして、劇レンジャー動きは難しかったんですけど、劇レンジャーはスーツ的には良かった。そうですね、まあ、このままちょっともうちょっとやってですね、であとは後輩の指導とかができればいいかなと思ってますね。これからのスーツアクター目指す人がいれば、その人たちに指導していければいいかなと。ドラゴンレンジャーがちょっとやってるんですけど、全部はちょっとできなくて、なんでね、それ全部ちょっとやりたかった。こんなに人気あるじゃないですか、今グリーンレンジャーでしたっけ、ドラゴンレンジャー、ちょっと全部やりたかったなっていうのはありますね。どことですか。僕たち日本で、地道に頑張っておりますので、皆さんに、いい映像を送れるように頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。